この瞬間を待っていた。始祖を奪還する。なんだ、髪切れ、今のこいつが。ここはまずい。バカな、俺は巨人だぞピーク。
お前は本当は戦士に選ばれるはずじゃなかったのに、俺がお前を持ち上げたり弟を貶めたりして軍に印象操作したんだ。俺は弟を守りたかった。体を治す力も使い果たしちまった。だが、ただじゃくたばらねえ。兄貴の記憶を見たぞ。軍を騙してまで、ドベのお前を戦士にした。俺を守るために。待て、ダメだ！ボルガー！これではっきりしたよな。最後まで俺の方が上だって。カリハーデス様。